お水覚えたね。あ、君も覚えたね。覚えた。うちね、使ったことが実はなかったので覚えるかどうか不安でしたが、問題ないね。ハルとウララが覚えたかどうかがちょっとわかんないけど、でも減ってんだよな、水が出てこないね、今の時間ね。ハルとウララはこの時間出てこないからね。この時間出てくるのはギョロ、ハロ、パッチかな。ウィンちゃんも水覚えるかな。まあでもお母さんが使ってるところを見たら覚えるんだろうな。パッチはなんやかんやで後ろ足そんな状態だけど普通に元気そうですね。僕後ろ足使えてない割には元気なんだよな、こいつの。なんか不自由さを感じないな。ちょっとね、私のあの理想としてパッちゃんのね遺伝子を残したいので、パッちゃんとハロくんをね一緒にしましたけれども、まあ理由としてはまあうちのねよくお世話になってる獣医さんとか、あと飼育員の方とかにもねちょっと相談をしながら、で6匹と一回合わせてみたらって話にもなって、でまあ一回合わせた動画ね撮らせていただいたんですけれども、まあ、うち6匹合わせても問題なくなんかなんとかなったんですよね。でまあそれでしかもこの子がね意外と下半身がねちょっと不随な状況だとしても、問題なく暮らせているっていう状況で、それなら子育てとか交尾をもししたとしてもなんとかなるんじゃないのっていう話になって、で意外とねそういうなんか下半身が不随の状態でも子育てちゃんとしてるお母さん袋ももんがとか見たことあるっていうことだったんで、まあパッちゃんのね遺伝子も残したいなっていうところで、でその残したいなっていう理想に対して、うちの子たちの中で、お婿さんとして最適なのがハロくんだろうねっていう話になりまして、でペアリングしたら普通にうまくいったっていう状態。はい、なんか普通に2人で暮らしてるのでね特に問題ないですね。たまーに多分ハロくんがどちらかというとね多分性欲強いんですよ。男らしいというかね、言い方あれですけど、で多分ちょっかい出すんでしょうね。ちょっかい出された時に、パッチがブチ切れてるのは何回か聞いてますけれども、威嚇だけ、威嚇っていうかジョコジョコジョコみたいな感じだけなんで特に問題なしですね。あとはうまくいけばまあ、お子さんが生まれるんじゃないかなというところですね。お、出てきた。この餌入れは問題なさそうだな。飛び散りもしないし、中に潜るってこともしないし、うん、私の理想的な餌場の使い方してくれてるね。顔だけ突っ込んで飯食うっていう。あ、下もキョロちゃんも顔だけ突っ込んで餌食ってんね。ああいいねいいね、理想通り。してそこら辺でね食いながらうんちすることが多いんですけども、蓋の上でうんちしてくれれば、あうんうんうん理想通り。うんうんうん、うんちもちゃんと蓋の上でしてくれてるわ。ああなんだ理想通りだな。めちゃくちゃ理想通りだ。おお、
これだったら私がねちょっと3日間ぐらい実家に帰った時にも問題なく行けそうですね。うん、水もちゃんと飲めてるし、あ、結構減ったねこれっちは。あ、ここも結構減ってきたね。はあ、もうちゃんとうんちもやっぱ蓋の上でしてくれてる。あ、理想通りだな。するとご飯も新鮮なままね、あの保てるし、ペッペカスも外に出ないですね。ペッペカスも多分この蓋の上に乗っかる形なので。君たちはどう？あ、ペッペカス中に落ちてるね。まあ、中に落ちてる分に関してはまあいいでしょう。そのペッペカスも自分で食べるでしょう。意外とペッペカスそのまましといてもこいつらペッペカスも食べちゃうんでね。ペッペカスが下に落ちないのはいいことですね。あのペットシーツの汚れを見ると本当にうんちだけになりますね。あのひどい時はペッペカスが全部ねペットシーツの上に乗っかってますから、それがなくなるというのはかなり掃除自体もしやすくなってコストパフォーマンス的にもいいですね。ペットシーツを毎回毎回取り替えなくていいんで、適度に取り替えれるようになるので、それはコストパフォーマンス的にもいいですね。本当うんちで汚れてはい掃除だけで済むんで、今までねあのペットシーツだけじゃなくてそのペッて口から出したカスが下に落ちまくってたから、いやもうペットシーツ変えるかっていうのがね多くて、それがなくなるのはかなりでかいな。でお水自体もね外にこぼすっていうことはなさそうなんで、まあ私がねこれをもともと使ってればよかったんですけど、私がねこのカチャ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 とか水がポタポタポタと落ちるのが結構気になって、昔ハムスター飼ってたりとかシマリス飼ってた時とかに使ってはいたんですけど、なんかそのカタカタカタの音が気になっちゃったんですね。だからどうかなと思って、まあ私がねこのこういう普通のねペット用の、 あの水飲み場をね避けてはいたんですけれども、なんか気づいたら私が慣れてしまったみたいですね。このカチャカチャ音も気にならないですね。あ、でこれに変えてからこの子たちも全然普通に使ってくれてたんで、さっきねいい感じ。よし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 、いい感じですね。ちょっとこの調子でやっていきましょう。おお、あなたたちもペッペカスが下に落ちてないのは優秀優秀、いいことだ。でこの餌入れだったら3日以上持つよな、この餌なんだらな。普通に多分1週間分くらいは入っちゃってるからね。餌入れも特に問題なさそうですね。ちょっと実家帰ったりなんやかんやっていうのがやりやすくなるでしょう。うんうんうん、アップデートしてみて正解ですね。あとはそのうちこれと全く同じタイプのやつ、これまあダイソーに売ってたやつなんですけど、あのダイソーで売ってるやつで一応口コミとかも見て音が静かだっていうのもね見たので、お音静かならいいねと思って、まあ、買ったんですけれども、すごいいい感じなんで、ここにねゆくゆくあのここにいるギョロちゃんの娘ウィンちゃんがね入る予定なので、あの入るまでには飼いたいなってとこですね。それ以外はもう餌入れば自分でもう作ったし、そう上ぶち抜いてそうタッパーのあそこをねあのハンダゴテで溶かしてって感じですね。でこれミルク入れですね。ミルク入れも問題なく使えそうだし、水容器もちゃんと水も飲んでくれてるし問題なさそうだ。よしよしよし、はいっていう袋ももがちゃんたちのケジのお話でした。アップデートしてみて結構良かったかもね。うん、なんか安心です。マナが雲の巣のところにいる、いいね、気に入って使ってくれてるんだね意外と。もう意外と問題なく使えてるね。よし、まあそんな感じでございます。水容器をね変えてみて飲みますし、でちゃんと餌も問題なしだし、でハロとねパッちゃんのペアリングも成功したしで、あの今のところいいことずくめですね。
はい、そんな感じでございました。ということでミントでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。